太郎のおじいちゃんの部屋です。手作りの遊び場を紹介したいと思います。ちなみにじいじのベッドがここにあります。はい。どんな状況で寝ているんでしょうか。めちゃくちゃ圧迫感がありますが、これはなんと業者の方に頼んで特別に譲ってもらったみたいで、ちょっと普通のお店では売ってないようなものらしいんですけど、このふかふかのベッドがジュタロ君は大好きで、よくジャンプしてます。うちも階段状になってるんですけど、全部ジージが補強してます。釘とかそういったものは使っていないので、まあ重ねてるっていう感じです。アクションで下にトランポリンを引いたりして、穴の仕組みはこんな感じになってます。下にもマットが引いてあるので落ちても全然痛くありません。よし、おー、よくこの部屋に遊びに来て、めちゃくちゃ汗をかいています。遊びのさところ行けないけど、ここがあったらさ大丈夫だよね。ちなみに今のそのボタン押してみて、ちゅちゃん、ゴールスタートもここにあります。これはですね、ゆたろうくんがサスケにハマっていて、サスケのゴールボタンをイメージして作っています。ちょっとやってみましょうか、じゅちゃん。はい。栄光の100番、じゅたろう、いきます、スタート。早い、時間がない、いけるか、いけるか、いった、それ助かめ、いったーっていう感じで遊んでいます。はい。これさ、切るの大変だろうね。どうやって切ってるんだろうね。じゃあちょっとこの四角い穴に入ってもらいましょう。せーの、おちょっと上から撮ってみましょう。ママも登ってみましょう。わー、おー、上から飛ぶとどうなるんでしょうか。おー落書きもし放題です。どんな絵が描いてあります。隠れ家状態ですね。おお。シロナガスクジラくんと一緒にこの中にですね、秘密の空間があります。中はどうなってるんでしょうか。コブダイだ。おお、海の中みたいになってますね。上にはたくさんのお魚さんたちがいます。水族館ですね、ここは。本当はこれはトランポリンでしたね。トランポリンを逆さまにして、ちょっと隠れ家チックなね、洞窟のような水族館のようなスペースを作っています。クジラの水族館は、はい、行くんです。クジラの水族館ですね、ここはね。ここに泳いでるんだよ。お魚がね、本当好きですね。今は水族館も行けないから、こうやって水族館ごっこで楽しんでいます。ということで、皆さんもお家で過ごそう。この期間を何かね、 DIY で一工夫して頑張りましょう。乗り切りましょう。はい、はい、それではまた見てください。バイバーイ。バイバーイ。おー、また汗びしょになったな、お前。欲しいだったな。だからフェンジ作っちゃうか。はい、ジージです。